皆さん、こんにちは。今回は対数関数を取り上げます。しっかり学んでいきましょう。対数とは、一言で言うと指数関数における指数のことです。指数関数は次のようなものです。特徴は、指数部分が変数になっているということです。つまり、X に何かの値を入れると Y の値が得られるような関数です。対数とは、この中から指数部分だけを抜き出して以下のように書き改めたもののことを言います。つまり、対数とは Y となるような A の指数 X は何かを示す値なのです。なお、ログの記号は英語で対数を意味するロガリズムの頭文字を取ったものです。指数と対数を見比べてみましょう。対応関係をしっかり把握しましょう。対数関数とは、定は一定で、真数の部分を変数 x にしたもののことです。定は0より大きく、1とはならないという条件があります。対数関数のグラフを見てみましょう。まず、 a が0より大きい場合です。指数関数のグラフと対数関数のグラフが y イコール x のグラフを境に対称となっていることを確認してください。次に、 a が0より大きく1より小さい場合を見てみましょう。この場合、指数関数と対数関数はともに x の減少関数となっています。また先ほどと同じように、指数関数のグラフと対数関数のグラフが y イコール x のグラフを境に対称となっていることを確認してください。最後に、学んだことを確認しましょう。もしチェックが入らなければ、もう一度動画を見直して学習しておいてください。